それでは本日もボートレース大村の展望番組をお届けしてまいります。解説をしていただきますのはスポーツ報知の長谷昭徳記者です。長谷さん本日もよろしくお願いします。さあデイリースポーツカップ本日準優勝戦日を迎えました、はい、さあ長谷さんいよいよ本日の9レースから11レースでは準優勝戦が争われるんですけども、そうですね、はい、さあ昨日予選が終了いたしまして、うん、得点率争いどうでしたか。あの僕たちはね早見表っていうのもらってね、誰が一着になったら何点ですよとかもらって、計算してなんかもうごちゃごちゃしてね、なんかもう頭なんか順位が変わって誰が何とかとかもう訳分かんなくなって、うん、まあはい、結局最後でああっていうぐらいで、はい、混戦でしたね。混戦でしたね。そして昨日の、まあ、流れなんですけども、うん、まあ、前半6レースは、まあ、すんなりと言いますかね、うん、まあ、いつも通りかなという感じだったんですけど、後半入ってなんすかあの荒れ、はい、具合ってここはね大村なのかというぐらい、なんか満州が続きましたよ。そうですね、あの1号艇でね勝たないといけないというかね、人気になった選手がね、はい、負けちゃったレースが多くてね、まあ、それももちろん展開とかあるけど、はい、なかなかね本当今節は荒れてるなと思いますね。そうですよね、結局、まあ、1日10名になったから、まあ、今日がね5日目ですか、はい、だから4日間といっても、まあ、結局はで3日目は1レースだけだったよ、はい、その中でも、まあ、マンフラジンが10本出てるって多いですよね。多い。取った人はいいですよ。はい、あなたのね、いい人はいいんですけども。でもこの流れを考えると、さあ、順位もどこか荒れるんじゃないのかなと思ってる人がいるし、うん、けど、でもやっぱり1号艇はしっかりとしてますからね。はい、そうですよね。ここがまた悩みどこですよね。はい、うん、さあ、順位、1号艇を手にしたのは、まずは鶴本貴文選手、うん、そして須藤博道選手、3位が田口哲子選手ということで、この3人が、まあ、準優勝戦の1号艇となりましたが、うん、さあ、今日はどう流れがなるか、ね、というところですね。はい、さあ長谷さんには本日も、注目レーサーを挙げていただいておりますので、まずはそちらのフリップからご覧いただきましょう。さあ本日の注目レーサーは田口哲子選手を挙げていただいております。注目ポイントお願いします。トップ女子 VS トップルーキー、さあ予選は3位通過という田口哲子選手ね、はい、まあ、1月の初めの、ね、特別ビーナスを、ね、まあ、大村走ったんですよね、はい、あの時は優勝戦1号艇で、まあ、ね、事故になったというのもありますけどね、はい、でも、まあ、大村連続優勝もかかりますよね。そうですね、で先ほどの、ね、特別ビーナスでちょっと悔しい思いしたんで、ここは何としても、ね、優勝戦乗ってリベンジしたいという気持ちもあるのかなとは思って、ね、本命なんですけどね。なるほど、はい、まあ、今節はまあ1号艇ねあるけど、あれは女子戦だったんですよね、はい、女子戦でまあどっちも勝ってて、まあ、今節は初めてまあ男子相手の1号艇にはなるんですけど、そうですね、周り足関係はね整備をして良くなったと言ってました、はい、ただ船足自体はね大したことないというのは伸びていくようなことはないらしいんですよね。ただここのメンバーではぐいぐい伸びていくの選手はいません、はい、松尾選手も普通くらいと言ってます。真島選手も、ね、決していいとは言えないってことを言われてましたね、はい、あとで4、5、6もねそうでもないんですよね。矢後選手もちょっと周り足関係がもう一つなのかなというふうな感じの、ね、本人はちょっと、ね、言ってましたよね、はい、あと宮地選手が出足が良かったんですけど、昨日予選ラストで転覆したんでね、そうだったんですよね、そのあたりの影響ですよね、まあ、本人はまあ部品交換ないと思うので影響はないとは思うんですけどとは言ってますけど、はい、まだね乗ってないんでね、で、まあ、そのこの辺はちょっと、ね、注意をしてね、したいですね。前半も動きを見たいですね。そうですよね。大菅選手もなんかピリッとしませんねと本人言ってました、はい、なんかペラが合わないって、極端に言ったらシンペラに変わってくれた方が調整がね合わせやすいぐらい の今回のあれらしいんです、ペラらしいんですよ。あ、そうなんですか。だからその今自分でもらってるペラ の分を調整するのは難しいって言ってました。なんか今節はねなかなかこうねプロペラ室入ったり出たり入ったりとね、そうずっとまた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 しますね。されてますよね。でも昨日終わった後はねもう順位向きではね大幅にやってみますと、おもしかしたら変わる可能性もあるでしょうね。うん、でもここはね先ほど言ったようにすごく伸びている選手がいないとなれば、はい、すんなりまあ枠なりにはね僕ね進入はねなると思うので、はい、打ち寄りだろうな。まあ印はね田口選手打ってるので、まあ、はい、本当ならまあ1番から234の2、3着と行きたかったんですけど、はい、ここはもうここは田口選手と松尾選手の争いと見ようと思って。
もしくは松尾選手の差し逆転も考えられるかなと思ってね、2-1もちょっと行こうと思ったので、はい、うん、それよりかはいっぱい買うよりも 1-2-1 から3着でいいところを拾ってみようかなという。なるほど、ずるい方法ですねシンプルですけどもね、うん、ですんでね、その真島選手は3番4番が3着のね来る確率高いと思うんですけど、はい、仕上がり考えたらね、うんうん、接戦なのかなと思ってるんでね、はい、ですんでこういう感じで3着は全という形にさせてもらいました。はい、1番2番の折り返しからもう3着は流して、うん、そうですね、もう頼ますよはい、ありがとうございます。さあということで、本日の注目レーサー第9レース1号艇で登場いたします田口節子選手と挙げていただいておりますので、皆様ぜひ参考にされてお楽しみください。さあそれではいきますよ、はい、せーの、困った時の長谷田のみ。さあ準優勝戦 B の長谷田のみです。さあ準優勝戦でのポイントは、はい、枠なりになるかそれとも枠なりじゃないレースになるかっていうのはやっぱり大きいと思います。なるほど。コンセスは進入で乱れのあるレースもいくつかありましたよね。ありますね。ですので、まあ、そういった感じで、はい、枠番の悪かったり選手が前付けに行くレース可能性があるレースをちょっとね出してみました。わかりました。それでは続いてのフリップをご覧いただきましょう。さあ第10レースを挙げていただいております。さあ進入からここはちょっと違いますね。私はねちょっと悩んだんですよね、うん、まあ動く可能性があるのは山路選手、そして6号艇山口選手、4番6番、やっぱりね山口選手はね地元でね、まあ、順位乗ったから、まあ、6コースでいいよというじゃなくて、はい、うちの動き流れ見ながらね、まあ、1つでもうちがいいのかなという感じがするんですね。そうでしょうね。西村選手がね、はい、船橋は良くなったけどちょっとピット離れに不安があるということは昨日言ってました。うん、で金子選手のコンセプトの動き見てると前付けを入れて角にするレースが多いですね。そうですね。そういうことを考えて、まあ、山路選手が、まあ、昨日もね6号艇でも思い切って動いてたんでね、はい、4号艇なのでもしかしたら枠内の可能性もあるんですけど、はい、まあ一つでもうち狙っていけば山口選手もいて146235、うん、もちろん進入枠なりってこともあるとは思うんですけどね、はい、ちょっと僕はそっちの方の進入が見られる方にちょっとねかけてみました。わかりました。で須藤選手やっぱり本命ですよね。はい、まあ、なかなかねちょっとねコメント的にはあんま良くないらしいんですよ。というか合わせるのが難しいと、うん、お昼と夜の時間帯によって回転を合わせられないというんですよね、はい、合わないと乗りづらいというんですよ。うん、まあ傾向としては夜の方が合わせられてるとは思うんですけど、はい、ここはね金子選手と西村雅紀選手が出てるんですよね。ちょっと怖いメンバーがね、ここは協力メンバーがいるので、はい、まあ、失敗できない、まあ、S では失敗できないと思いますね、はい、でも須藤選手が押し切るとやっぱりインからスタートしっかりいてね、はい、でモーターでやっぱり金子選手が伸びるんですよね伸びる選手がなんでね金子選手をもう相手にしましょう、はい、ですのでこうもう 1-2 と決めて、はい、モーターのいい西村選手と金子選手の横にいる山本選手を絡めて 1-2-5、1-2-3 というのがまず開目の本戦としました。2点ですね、うん、はい。さあただ狙い目ではただ進入が乱れてほしいですよね、はい、私としてはもう今節は本当ねこの金子選手が大外まくりと4角まくり決めてね満州を出してますね、はい、モーターがいいからこれ狙える満州ではあるんですよね。はい、だからもうここも金子選手狙える人かなと思ってるんですよね。そうですよね。やはりねいいモーターで S 力も抜群ってことを考えれば、はい、やはりね金子選手っていうのは気持ち的にはね、はい、金子選手にこう優勝戦乗ってほしいんですよ、うん、というのがそうなると、はい、優勝戦が面白いなと思ってるんですよね。そうですよね。やはりね荒れるレースっていうか、まあ、すごく出てる選手のいるレースっていうのが楽しみなんでね、はい、そういう意味も兼ねて1番からの本戦でも2番を2着に持ってたというで狙い目でももう2をとにかく押そうと、はい、金子選手2コースならねちょっとね枠だったら本当 1-2 かなと思うけど、はい、進入が乱れてくるときに角だったらスタート行くんでね、はい、その時はもう西村選手もついていってくれての、まあ、これ言うと 2-5-5-2 を折り返して2の頭で西村選手の3着というフォーカスですよね、はい、あそうですね。モーターでねこの2人をもう絡めて買うということですよね。3連単にはもう絡んできてということですね。そう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 、だから本当僕の長谷田のみ進入乱れてくれっていうことが僕あるんですけどね。はい、モーターもいい2選手を絡めてということですね。でも本当に、ね、モーターの仕上がりでこの2番と5番がこれいいですね、出てますね。
さあね、今節はちょっと満州決着がいつもよりもたくさんありますので、だから本当にこのねエンジン使い納めのシリーズ、あもう来節で終わりですけどね、はい、エンジン使い納めなんで近いんでね、やっぱりね数字のあるモーターやっぱりいいですね、でも 40% 台と 20% 台じゃやっぱ差があるなと思います。はい、さあこの準優勝戦狙い目では、気力を生かした2番金子選手と5号艇西村選手絡めてのフォーカスを、はい、はい、上げていただきましたので、皆様ぜひこちらも参考にしていただければと思います。さあということで、5日目の本日も、解説いただきましたのはスポーツ報知の長谷明憲記者でした。長谷さん、ありがとうございました。ありがとうございました。